カティリナ弾劾演説は、紀元前63年に、ルキウス・コルネリウス・セッタの副官であったルキウス、セルギウス・カティリナのクーデター計画に対し、マルクス・トゥッウス・キケロが告発、首謀者であるカティリナに対する弾劾演説である。古代ローマ最高の弁護士として、名声の高かったキケロの演説の中でも、特に名演説として知られている。演説は、 全部で4つの演説で構成され、一貫してカティ・リナ及びその一派の陰謀に対する、球団とローマ市外への追放を含め厳罰をもって当たることを主張した。カティ・リナを非難する、キケロ、フレスコが、チェザーレ・マッカリ1882から1888、クーデターの首謀者、カティ・リナは、パトリキ出身で、前82年の政変では、スッラの副官として行動し、 政務官職を歴任、全68年には法務官まで昇進した。さらに執政官の地位を求め選挙出馬への意欲を見せるも、全66年、全65年の選挙には、俗州総督時代の不正を告発されて、立候補を断念。翌前64年の選挙にようやく立候補の資格が認められるも、2名の執政官ポストに対して7名が、 立候補する乱戦となり、さらに、キケロを含む政敵からの妨害工作も重なり、落選した。翌前63年に再び立候補し、今度は貧困層を取り込むべく、借金の防引を公約に選挙戦を望むも、貧困層の再建者であり、もう一方の当事者側である多くの有力言動院員議員を含む富裕層からの反感を買い、さらに、キケロを中心とする。 ネガティブキャンペーンにより落選。逆に保守派の支持により、キケロが失政官に再選された。これら一連の選挙活動の結果、カティリナは失政官職への就任を果たせず、彼のもとには膨大な借金のみが残ることとなった。政治的にも経済的にも追い込まれたカティリナにとって、もはや選挙による合法的な手段は残されておらず、政権獲得のために残された道は、 非合法による、クーデター以外に方法がない状況に追い込まれてしまう。その後、さらに、キケイロの暗殺を含むカティリナのクーデター計画に関する密告により、当時の執政官であったキケイロは対策を協議するために、元老院議会を召集する。ところが、意外なことに、家中の当事者であるカティリナも闘技場へやってきて、クーデター計画を否定し、身の潔白を証明するために、 キケロや、元老院の前に現れたのである。予想し得ない展開に、元老院議会の出席者らはしばし困惑するも、キケロは、議会内で、第一演説を行い、カティリナへの厳然とした態度を表明する。議場でキケロは、第一演説を行い、カティリナを求断するとともに、カティリナのクーデター計画は、様々な証言や現地からもはや明白な事実であるとして、 カティリナに対して即刻ローマ氏から立ち退くことを要求した。このキケロからのカティリナ追放要求に対して、議場からは特に反論の声もなく、カティリナはローマ市外へと落ち延び、さらに自身の支持母体であり、反乱勢力のいるエトルリア方面へと落ち延びてゆくこととなる。キケロは一連の演説を通して、カティリナ一派を一貫して求断し、 彼らの政治失脚に主導的役割を果たした。カティリナのクーデター計画と元老院議会での次第を広く市民へ知らせることを目的として、キケロはローマの中心にある中央広場にて第二演説を行った。キケロは演説の中でカティリナに対するローマ市からの追放を宣言する。その上でキケロはローマ市内には未だカティリナのような反乱を起こしうる勢力が 居座っているとして、これらの勢力を6つのタイプに分類した上で、未だ、ローマ市内にも、クーデターや反乱を起こしうる勢力があり、潜在的な危険は去っていないとして、市民に注意喚起を求めた。その後、12月3日の元老院議会にて、ローマ市内に居住するカティリナ一派による陰謀の事実が判明し、首謀者が逮捕されるという出来事があった。キケロは、 この事実をもって、ローマ市内におけるクーデターが未然に防がれたとして、再び市民の前に現れ、事態の経過について報告を行った。キケロは、ローマ市内で発生したクーデター未遂に係る事態の経過について報告した。冒頭キケロは、ローマ市民諸君。今日、国家は救済された。と述べ。 今回のクーデターを未然に防いだことに対する自らの功績を示した。ところが演説の翌日にローマ市内で陰謀を企てた罪で逮捕され別々の場所に監禁中であった首謀者5名を奪還を企てる動きが発生した。キケロは首謀者らの初段を早急に行う必要性を解き彼自身は首謀者の死刑が相当であると考えていた。しかしながら 当時の次期法務官であったカエサルが、ローマ市民への死刑判決は、ローマ市民で構成される、民会でのみ決定され、元老院議会や、執政官にはその権利を行使する権限がないこと、むしろ首謀者らを終身刑に処するのが厳しい処断で、あるとして、首謀者に対する死刑に反対し、彼の見解が元老院議会の賛同を集めた、ことから、キケロは、元老院議員にて、 死刑の妥当性について説明することとなった。キケロは演説において、今回の初段が差し迫った事態であるとの認識を示した上で、直死生官、デキムス・シラノスの死刑提案と返さるの示した対案とを比較し、ローマの国益のためには死刑が相当であること、国家に対して反逆を企て、国家の敵となった首謀者たちは、もはやローマ市民たりえず、 今回の場合には、ローマ市民の死刑に対する法的権限は、民会のみという原理原則は当てはまらないとの認識を示した上で、死刑こそが最善の選択であると結論づけた。この後、死刑を主張するキケロの意見を支持する、自責五民間の消化等の提案が採択され、即日首謀者らに、公死刑が執行された。弾劾演説のあった、 翌年の全62年1月、カティリナは、反乱軍を率いて武力によるクーデターを起とするも、あえなく鎮圧され、3000名の兵士と共に抑砕した。一方、今回の件で、主導的役割を果たし、小高に業績を主張した、キケロ自身も、今回のクーデター首謀者らに対する死刑判断が、いささか強権的であり、市民の生命にかかる判決は、 民会の法的権限において実施されるという原理原則に反するとの批判を受け、自らもローマを追われ、国外へ亡命することを余儀なくされることとなった。ありがとうございます。